アメリカ合衆国及び西洋世界などにおける主な世代区分ビートジェネレーションは第二次世界大戦後のアメリカ合衆国の文学界で異彩を放ったグループあるいはその活動の総称1940年代終盤から1960年代半ばにかけてこの文学運動の思想や行動様式に影響を受けたライフスタイルを実践するものはビートニックと呼ばれた 主な著作は1950年代に発表され、特に1955年から1964年頃にかけて文化、政治に対して大きな影響力を及ぼした。青年で言うと、おおむね1914年から1929年までの第一次世界大戦から競争の20年代までに生まれた世代に相当する。最盛期にはジャック・キルワックや アレン・ギンズバーグそしてウィリアム・バローズをはじめとするビート・ジェネレーションの作家たちは多くの若者たち、特にヒッピーから熱狂的な支持を受け、やがて世界中で広く知られるようになった。彼らはボヘミアン快楽主義、非道長主義、自発的創造性を追求、開拓した。そしてまたポエトリーリーディングの活動も有名である。この運動の中心地はニューヨーク。 サンフランシスコ及びたのに西海岸北部の都市であった。ビートカルチャーの主な思想は、標準的な物語の価値の拒否、スピリチュアル世界の探求、西洋と東洋の宗教の融合、経済的物質主義の拒否、人間の条件の明示的な描写、サイケデリックドラッグを使用した、精神実験、性の解放と探求、などである。これらの要素は、 1960年代により大きなカウンターカルチャー運動であるヒッピー文化に取り込まれていった。また、以降のロックやポップミュージシャンにも広く影響を及ぼした。後の文学界では、ケンキー・ジー、トマス・ピンチョン、トム・ロビンスなど、サイバーパンクやスラムシ、ポスト・ビート詩人たちに影響を与えた。ビートジェネレーションの作家を特徴づける要素は以下のようなものがある。 当時のアメリカやキリスト教の伝統的のような厳格な性の規範に反駁し、男女とも自由恋愛を標榜した。また、ゲイやバイセクシャルにもオープンであった。新たな精神状態の開拓と創造性の向上という知的な目的のため、マリファナ、アンフェタミン、モルヒネ、メスカリン、アヤワスカ、そして LSD など様々なドラッグやアルコールを使用した。 ドラッグの合法化も主張した。パーシー・ビッシュ・シェリー、ウィリアム・ブレイク、ジョン・キーツなどのロマン派詩人から影響を受けていた。アントナン・アルト、アンドレ・ブルトン、ギヨーム・アポリネール、アルチュール・ランボー、シャルル・ゴード・レールなどのシュルレアリスム詩人から影響を受けていた。無限的なイメージや乖離したイメージのランダムな平地などのスタイルが見られる。ガートルード・スタイン、マルセル・プルースと アーネスト・ヘミングウェイ、シャルル・ボード・レールなどのモダニズム作家から影響を受けていた。ヘンリー・デービッド・ソロー、ラルフ・ワルド・エマーソン、ハーマン・メルビル、ウォルト・ホイットマン、エドガー・アラン・ポー、エミリー・ディキンソン、ジャック・ブラックから影響を受けていた。文学スタイルはジャズの即興性やインスピレーションから影響を受けていた。仏教の無常の概念とアメリカの自由主義を融合させる試みを行った。 自然環境やネイティブ民族の尊重も主要テーマの一つである。第二次世界大戦の経験から軍隊や産業、政治システムの歯車になることへの反対が強調されている作品も多い。ビートジェネレーションという語は1948年前後にニューヨークのアンダーグラウンド社会で生きる非順方者の若者たちを総称する語として生まれた。 1952年にニューヨークタイムズ誌に掲載された小説家のジョン・クレロン・ホルムズのエッセイ。これがビート・ジェネレーションだと彼の小説号がこの5が一般のメディアに出た最初でこの言葉を思いついたのはジャック・ケルアックだと言われる。初期は主にハーバーとンケの一味を指し人生に疲れた奴らや どん底人生を送る奴らという負の意味しか持たなかったが、後にジャック・ケルワックがアップビートで行こうぜ。幸せをあなたに、ノリノリなぜいと性の意味を持たせるようになった。ビートジェネレーションとスプートニクを合わせてビートニクという故障がサンフランシスコクロニクル1958年4月2日版にてハーブ・カーンによって造語された。これは、 ビートジェネレーションのメンバーのことを指すが、ビートジェネレーション文学運動が開拓した、当時の社会通俗に反抗する思想や行動様式が、徐々に大衆文化に浸透してゆき、ライフスタイルやファッション化した側面がある。ビート肉のステレオタイプは、規範的な服装や行動を嫌い、反体制的、反商業主義的な議論を好み、ドラッグや性に開放的で、 ボンゴを打ち鳴らしダンスするといったものである。このライフスタイルがさらに大衆化したものがヒッピーである。1959年のカリフォルニア州ベニスのビートニクたち。左から、ミチ・モンテフ、サミー・マッコード、パティマクロリー、シャウン・ナ・レア・ンド、インディア、ヤン・バンディビア。ビートニクたちのカルチャー。ビートニクたちのアート。ザ・ビート・ジェネレーションのポスターベトナム戦争の反戦。 公民権運動、そしてヒッピー文化やアメリカ入信デマに大きな影響を与えた。ありがとうございます。